じゃあさて、はい、天才田村仁それやめましょうよ。いや、なんで天才じゃないですもん。いや、俺はみんな天才だと思ってるはずだと思う。これほどの天才はいないよ。なんか天才ってなんかもう何にもやらなくてもこうなんか違う違う、天才は考える力があるんだよ。だから天才なんだ。それをこう表現できるから。いや、僕もだからこうメジャーリーグとかもこういろんな選手とこう接することがあって、ベッツっていう今あのドジャースに行った選手の話を聞いた時に、彼がいいのっていうのは目で見たものとかを反応を手でこう表せる、ハンドアイコーディネーションというんですか、それができる選手らしいんですよ。それ聞いた時に、あ、僕もそれできてたのかなっていう感覚はありましたね。それが一回やると再現性があるんですね。はい、そうでしょ、もう一回できるんだ、はい、できる。だからホームランを打った後というか連続でやっぱ打てましたね。そうでしょ、はい、だから3打席連続の時なんかそうでしょ、はい、そうですね。だから認めますか、天才かどうか。いや、天才ではないですなんだよまあでも天才と呼ばせてもらうけど、はい、その天才が打席に立ってみて、こいつはすごかったっていうピッチャー誰？やっぱりまずは大魔神佐々木さんです。でも対戦してる？いや、僕ですね、あの一軍のメンバーに入れたきっかけが佐々木さんとの対戦なんです。そのシート打撃なんですけど。お、はい、そう、紅白戦っていうこと？紅白戦ではなくてシート打撃です。そのシーズンに入る、あれどのくらい前ですか、1週間ぐらい前ですかね。1週間ぐらい前ぐらいにやるね。そうですよね、うん、その時の、対戦で、佐々木さんが投げるのに僕の番がちょうど佐々木さんだったんですよ、打席で。あちゃーと思ったろう。うわ、その時すごかったですから、どういう風なボールを投げるんだろうっていうのはありましたけど、絶対打てないと思ったんですよ。で、まっすぐを見た時にうわ速いと思って、でもそのまっすぐに振り遅れちゃいけないと思って打席に立った後のフォークボールが来た時に本当に消えたんですよ。ああそう、はい、もうストーンじゃなくて一回上に上がってそこから消えた、うん、あれみたいな、はい、だからこうだったら分かりますよ、一、うん、回上がって消えるっていう、うん、だそんなの味わったことないんで、あ、この人はすごすぎる、やっぱりあの日本代表するピッチャーなんだなと思って、もうこれはもう捨てよう、うん、でフォークもね、もうフォーク来たら空振りでいい、もうまっすぐだけ 1,2,3 で行こうと思って打ったら、それがセンター前に行って、それで評価されたんです。それで一軍にこう残すっていう、初めてのその97年でしたけどね。まあ、味方でよかったよね。味方でよかったです。まあでもそれは自分にとって嬉しい、いや、まあそうですね、財産だよね。はい、もう打てたっていうのもありましたし、まあ、そのボールを見れたっていう、やっぱり味方だったら見れないじゃないですか、うん、もうその経験というのは、しかも全盛期の時のボールを見れたっていうのが、うん、もうそれはもう良かったですね。なるほど。はい、2人目はギャラード。ギャラード、あの中日にいた、まあ、横浜にもいましたけど、はい、めっちゃ速かったです。もう何ていうんですかね、もう高めのまっすぐっていうか、もうキレとかじゃなくてズドンってくる速さです。大砲みたいな、はい、こうピストルみたいなピョンとくるんじゃなくてズドンってきて、でそれが速いがゆえに、もうスライダー、まあ、チェンジアップも投げましたけど、スライダーのキレっていうのがでかかったんです。それは何、まだ若い時だろ、仁が。そうですね、2000年の、まあ前半あたりです、ね、そうだろう、はい、すごいと思いましたね。もうそのだからもでもさ、仁、はい、がまっすぐ待ってて、まっすぐ待ってるというか一番いい範囲に構えてて、はい、来たら、はい、打てるでしょ。まあその、まあ、後には打てるようになりましたけど、その当時は反応できなかったんです。遅れたんです。そのぐらいやっぱこう早かったです。圧倒されたっていうような感じだったの、はい、で当たったとしても押されるような感覚があったというか、だからそれほどだからそのボールに強さがあったような感覚でしたね、うん、なるほどね、はい、でも抑えのピッチャーが2人続いたね。そうですね、うん、まあ、1イニングだったら抑えられても仕方ないかって思うでしょ。でもまあでもなんかこう球が速い投手っていうのはこう印象にやっぱ残ってて、まあ、残るよな。だから五十嵐投手なんかも僕生涯で、まあ、1本しか打ってないです。ずっとこう対戦したんですけど、まあ、ホームランライトに打ったんですけど、それもあのそれまでファールフライか三振だった。インフィールドで飛んでなかったんですよ。やっぱ速かった。速くてアバウトっていう、あ、はい、ボールが散るんだな、はい、
だからまあそういう部分でもだからこう、まあ、反応しなくちゃやっぱ打てないじゃないですか、バッター。そのロケットボーイズって言われてたよね、はい、石井博敏、博敏と、はい、その2人が並んで出てきた時っていうのはもうやばかった、ね、もうやばかったです。もう変えてくれと思ってました。あ、やっぱそうなの、はい、まあ、石井も早かったからね。広敏も早くてスライダーも切れるしっていうピッチャーだったんで、うん、あの2人っていうのはやっぱこう打つのは難しかったんです、ね、でもその2人は入ってない今回は。そうですね、今回は、はい、まあ、彼らもすごかったんですけど、まあ、人数はこう限られてるんで上げればどんどん出てきます、うん、だからまあそういう後ろのピッチャーというのはやっぱりありましたけど、やっぱりあとは誰かね、上原さん。上原ってよく聞くんだよね。あ、本当ですか。松井和夫だったかな、はい、上原が一番速く感じた、うん、でもスピード感からするとさ、そんな150キロパンパン出すようなピッチャーじゃなかったじゃない。そうですね、出た時期もありましたけどね、うん、ただそのフォークがいいからより速く感じたのかもわかんないけど、何が良かったの？多分そのボールの今あのスピンレートとか測れるじゃないですか、うん、当時測ったら相当な回転数だったんじゃないかなと思うぐらいのまっすぐでした。綺麗なストーンってくるような。もうそう、はい、もう指にかかってんなっていうような感じ、はい、あと、まあ、僕もそのまっすぐもあったんですけど、やっぱりこのスプリットってフォークですよね、うん、それを内と外にこう投げ分けれるっていう、そうそう、あれがすごくて、僕だからその落ちるピッチャーというのはベースの真ん中から落ちるとかちょっと引っ掛けてあの外っていうのが多かったんですけど、自分で意図としてインサイドにズバッてきた後にインサイドから落とすっていうピッチャーいなかったんですよ。そうだよね、はい、それが簡単にこうできるんで、まあそれでストライクも取れるし、そこからボールにして空振りを取るっていう、そういうコントロールがあったんで、この人はすげえと思いました。いや俺ね、アテネでね、はい、一緒だったで、ね、俺コーチで行ってたんだけどさ、はい、キャッチボールしたんだよ、うん、でこうやったら来るよね、はい、こうやったら来るよね、はい、フォーク投げてみて、フォーク投げてみてって言ったらここに来るし、うん、こっちはって言ったらこっち投げ分けるし、え、フォークも投げ分けるの、いや当然ですよって。すごい、やっぱそうなんですね、うん、やっぱすごい。いやもう打席に立ってて本当にもうすごいと思います。その精密機械じゃないですけど、うん、まあ、ボールのその扱う技術っていうのは高い投手だったなと思って。で、キレも良かった。キレも良かったです。で、後ろも小さいじゃないですか。だからタイミングも取りづらいですし。で、球持ちもいい。はい。最強ピッチャーだったと思いましたね。ああ、そう。文字も、はい。はい、次は。次はやっぱりダルビッシュになりますかね。パ・リーグ行って。あの僕がフォークス。なんかさ、幸せだよな。え、何ですか。いや、いいピッチャーと当たってるの、まあ、それはやっぱ財産でしょ。それはあります。あるよね、はい、俺は球界でやっぱナンバーワン、うん、歴代の、いや、なると思いますね。やっぱなる。僕もなると思います。やっぱすごいよな。いろんな投手がいましたけど、まあその年代ではいましたけど、それをひっくるめてもう最強だと思います。それどういうとこ。まあ、彼、僕あの一緒のトレーニング施設でもトレーニングしてたんですけど、うんうん、まずは体作りと、あと知識力っていうのがすごくて、すごい勉強するんですよ。彼も、なんですか、頭がいいっていうのもあるかもしれないんですけど、うん、まあ、頭がよく見られるのも自分でしっかり調べて研究してやるっていうことが根本にあると思うんですよ。で、トレーニングに関しても、あの時は日本ハムですね、まだ行ってないと思うんですけど、やっぱりこう先を見据えて体作りで、0.1 トンに体をすると、100キロ、うん、にするって言って、まずトレーニングすごかったです。で、短期でそれしたんですよ。やったよね、はい、で、僕思ってたのはピッチャーってそんなつけたらどうなんだろうな。そう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 、まあ、メジャーリーグとかいるんですけど、うん、でも彼のその技術っていうか、そういうのは後からこうやってもそれを補えるようなものを、うん、あの頭で考えてそれをなんか実践できるっていうのができたんじゃないかなって。それがキャッチボールとかも当時左でもあのその施設でやってたんですけど、最初は全然投げれなかったんですよ。それが年々追うごとにすごいスピード上がってくるんですよ、左で投げるのは。だからそういう感覚を持ってる選手だったのかな。で、対戦しててもやっぱトレーニングを一緒にやってたんで、打席に立った時には、まあ、アイコンタクトでお願いしますってみたいな感じで打席に立ったんですけど、まあ打てないですやっぱ早いです。早いです。まあ早いよね。まあ基本は早いです。これはね、立浪が言ってた、はい、打てないと
で、あの身長と本当にこう腕の振りっていうところのものもありましたし、あとはだから僕アウトローのまっすぐがボールだと思ったのがストライクになったのは彼だったんですよ。初めて、はい、低いと思った、低いと思って、あもうこれは完璧に見逃したと思って、それで後で映像を見たら全然ストライクです。だからその感覚、だからその強さっていうか、ボールの回転とかそういうのがあったと思いますし、あとは何なんですかね、ツーシームなのかな、インサイドをちょっと高めだと内に入ってるんですよ、うん、で低めだと落ちるんですよ。でそういうのも多分投げ分けたんですよね。投げ分けてた、はい、で今そのメジャーの方でも公式で出てるのが10球種から11球種ぐらいです、うん、でも多分やろうと思ったらもっと投げれると思います。器用だよな、すごいです。どんな投げ方でも多分できると思います。でどのボールでも勝負できるよね。そうです。で覚えたらすぐにそれが実戦で使えちゃうんですよ。ああだからもう天才なんだな。もう彼も再現性があるというか、ね、そうですね。だそういう能力を持ってるんだと思いますね、うん、はい。でも彼は本当にすごいと思います。最後は、最後は前転のスライダーです。だからもう初めてこう対戦するとき、僕だからホークスからこう持ってきて対戦なかったんで、うん、あの時ホークスだったの試合で、で三塁に石井拓郎さんがいて、ひとし、マイケルのスライダービビるよっていうのが試合前に言われたんですよ、うん、でどんなもんなんだろう、そんなもんないでしょと思って打席に立ったら僕避けましたそしたら止まんなかったです。その後、2三振3三振かなんか連続でしました。だから でもまっすぐはそうでもなかった。まっすぐのキレはありましたけど、あこれはまだ打てるっていう感覚はありました、うん、でもそのスライダーが当時でいうと誰だろうな、当時っていうか昔でいうと日本ハムにマイケル中村いたじゃないですか、サイドスローの、あの、うん、ああいたいたいた、はい、あのジャイアンツの方がいた、はい、彼のスライダーみたいな、うん、こう一回こっちに来てから曲がる、うん、でかい幅、うん、それを上から投げて真横にこう曲がるっていうのはなかったんで、これどうやって打とう、しかもう滑ってる感じだよな、もう滑ってそのままビューってこう逃げていく感じです、はあ、映像で見たらちょっとこう曲がってるんですけど、うん、もう感覚的には顔の方に来てそこからもう横ボールになるみたいなイメージです、はい、あこれ打てないって思いましたね。なるほど、まあその5人まあ上げるとしたらですね、もっといますよ、すごい、そりゃそうだよね、はい、でもさ、まっすぐで一番これはやばいと思ったのだ、ギャラード、まっすぐですか、まっすぐだけだった、マッソン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 のいい時のまっすぐです、もう速かったです、マッソン、はい、160キロ出た時のサファテとかもいたよね。サファテは僕打ってる、当たってないの、あの広島の時に打ってるんですよ。あ打ってる、あこれ打てると思って、あ、はい、ホームラン打ってるんで、サファテ、サファテは打てましたけど、ダルビッシュじゃなくてマッソンが速かったです。ああそう、はい、じゃあカーブは、カーブは、岡島さん、おおそう、はい、岸じゃない、岸は僕はもう待ってたんですよ。ああなるほどね、はい、僕はだからカーブはもうあの待ってなくても、その頭の中入れなくても、まっすぐとかこう待っててもカーブはピタッと止まって打てるタイプだったんですけど、岡島さんのは打てなかったんです。打てない、でかいんですよ、まあ、工藤さんのカーブみたいな感じですけど、それにスピンがもっとかかったような、なのに僕のところにそんなに投げてこなかったんですよ。それはありがたい。いやだから遅いボールがを打ってたからじゃないかもしれないです。そうだよ、でもそのカーブは打ってないです、はい、だから逆に良かったですよ、それだけ来るなと思って。じゃあそのスライダーは、スライダーはマイケルですね。マイケル、はい、じゃあツーシームシュート系は、ツーシームシュート、まあでもダルビッシュかな、早いもんな、早かったですね、ぐしゃってなるのか打っても足に当たるっていう通信ですね。じゃあフォークは、フォークはもう佐々木さんです、それを見た、あ上原さんもすごかったですけど、落差とかその、まあ、消えたっていう感覚は佐々木さんだけだったんで、うん、はい、じゃあ総合してナンバーワンは誰、いやむずい、むずいですね。でも斉藤和美とか当たってないもんね。和美は打ってるんですよ、僕ホームラン2本打ってるんですよ。あ、そう、交流戦で、はい、じゃあ そんなに嫌なピッチャーじゃなかった。そうですね、うん、横浜スタジアムとヤフーでも、打ってるんで、ホームランしかも反対方向打てたんで、そんなじゃなかったんですよね。
じゃあ総合していいピッチャーだったんですけど、うん、いやいいピッチャーだったよね。やっぱこう合うっていうのもあるじゃないですか。まあまあ相性がいいとかね、はい、タイミングが合うとか、ね、タイミングが取りやすい、うん、じゃあ総合してナンバーワンだね。総合してナンバーワン、ホアシ。ホアシ僕打てなかったんです。いや分かる、うん、俺白竹だもん。え白竹って広島のピッチャーいたんだ、うん、最後後にロッテ行ったんだけど、うん、全く打てなかった。あやっぱいますよね。あるよね。フォアシ、僕フォアシのもうスライダーパームとかちょっとこうカット気味のボールがいくら打ってもファールになっちゃうんですよ。芯で打ったらファールだし、でそれを中に入れようと思うと詰まっちゃう。だあれの打ち方がもうずっと分かんなかった最後まで。セーブだよね。セーブです。彼がセーブの時です。セーブから一緒になったんですけど、ホークスになって一緒になったんですけど、うん、いやもうタマさんと投げる時は楽しかったですって言ってたんで、やっぱ向こうも好きだった。分かってるんですよ多分。なるほど、ね、はい、まあいろいろあるよな。はい、ありますね、はい。